クリミア大橋の大爆破がウクライナ軍の反攻作戦のボルテージを上げてクリミア奪還に一歩近いたようだね。その腹いせにロシアは黒海穀物協定への参加を取りやめたことにつながっているのかもしれないな。東部で膠着状態になり、今クリミアで動きが出てきているのも気になるぜ。クリミア大橋破壊で孤立し、クリミア半島奪還は間近かもしれないね。さて今回は、クリミア奪還間近クリミア大橋の完全爆破はあるのかを詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2023年7月17日にロシア本土とクリミア半島を結ぶクリミア大橋が攻撃を受け、その翌日にロシアはウクライナ南部と東部地域に大規模な報復空襲を加えたよね。そしてロシアは17日、黒海穀物協定への参加を取りやめるという決定も発表したけど、これはクリミア大橋への攻撃に対する報復措置ではないと主張していたんだ。現在も NATO 諸国からウクライナに対して新型戦車や歩兵戦闘車、装甲兵員輸送車などの提供が継続されている中、それら戦闘車両の操縦運用訓練がウクライナ兵に施される一方で、ドンバス地方のルハンシク州及びドネツク州の完全制圧をプーチン大統領に命じられていたロシア軍が、西側諸国の戦車が配備される前には大攻勢に出ると囁かれていたよ。しかし7月時点でも変わらずバフムート周辺で激戦が続いていて、ロシア軍は完全制圧するまでに至っておらず、大兵力を投入して一気に陥落させると見られていた総攻撃も犠牲を顧みずに動員兵らを突撃させる人海戦術による攻撃が主体で、以前からバフムートを攻め続けていたロシアの民間軍事組織ワグネルの戦闘部隊も大きな損害を出して撤退を表明したぜ。ウクライナ兵は西側諸国の新型戦車の操縦訓練を終了し、それとともに戦車が届いたウクライナ軍は強力な機甲部隊を進編してロシア軍に対して5月に入ったら大反攻に出ると見られていたが、結局ゼレンスキー大統領が反攻作戦開始を表明したのは6月だったな。作戦決行の場所は東部戦線のルハンシク州とドネツク州、南部戦線のザポリージャ州とヘルソン州のいずれかで大反攻に出れば、戦車や装甲車両を要する機械化部隊によってロシア軍が構築したユーノハなどの防御陣地を攻略する作戦が展開されるわけだけど、その際には航空戦力による援護がウクライナ軍には必要不可欠となるだろうね。これまでもウクライナ軍はトルコ製のバイラクタル TB2 や西側諸国や民間企業から提供されたドローンや、NATO 諸国などから供与されたハイマースや M270 といった多連装ロケット砲システムから、長射程 GPS 精密誘導ロケット弾を発射する G-MARS などを駆使して、ロシアの弾薬庫燃料庫などの兵站集積施設や共用鉄道などの補給路、あるいは司令部、兵舎などの指揮統制関連施設を攻撃して破壊することによって、時間をかけながらロシア軍部隊を弱体化させてきたよな。さすがのロシア軍もその経験を活かし、ウクライナ軍による後方の兵站補給攻撃を受けないようにするため、軍需物資の集積場所を G-MARS の射程 90km よりもさらに後方へと設置して攻撃を未然に防ぐようになったぜ。だからこそウクライナ軍ではハイマースや M270 から発射可能で、射程 300km とされる戦術弾道ミサイル MGM-140A タクムスの提供を随分と前からアメリカに求めており、ロシア領を簡単に攻撃範囲に収められるものを手に入れようとしているわけだね。ちなみに A タクムスとはハイマースや M270 に搭載される 227mm 6発入りのコンテナに1発のみ装填され、発射後は目標上空まで GPS 補正管制誘導によって飛翔し、弾からだから6発の無動力滑空型誘導式小爆弾通称 BAT 弾頭を分離するぜ。そして、その切り離された BAT 弾頭は、収納されていた主翼を広げて滑空しながら、内蔵されている音響センサー及び赤外線センサーによって事前にセットされた目標を自ら捜索して攻撃するため、300km 先の目標を正確に攻撃することができる兵器となっており、後方に下げたロシア軍の兵站集積施設や司令部などをも簡単に攻撃することができるってわけだ。しかし、アメリカのバイデン政権は攻撃範囲をロシア本土へと広げることで、
第二次世界大戦をも引き起こしかねないATACMSの供与に関してロシアを必要以上に刺激することになり、核兵器の使用につながる恐れがあるとしてウクライナへの供与を拒否していたんだ。もちろんロシア軍の兵站を攻撃して穏やかに弱体化させることの重要性をバイデン政権も認知しているためATACMSの代わりに、長射程ジーマースの一つとして開発が進められている射程 150km の地上発射型小直径爆弾通称 GLSDB を供与すると発表したよ。この GLSDB とは弾頭に GBU-39SDB 小直径爆弾と呼ばれる航空機用の GPS 誘導滑空爆弾を搭載して、マースで使用されていた M26 ロケット弾のロケット推進ブースターを組み込まれた 227mm ロケット弾であり、航空機用の小直径爆弾は航空機から発射されると本体に収納された翼を広げて滑空し、GPS を利用した管制後方システム INS によって目標まで誘導されて攻撃する爆弾で、速度が遅い滑空弾ではあるものの厚さ1メートルの鉄筋コンクリートを貫通するほどの破壊力を持っているんだ。今回のクリミア大橋攻撃もゼレンスキー大統領やウクライナ軍の幹部などから発されているクリミア半島奪還につながるもので、この大反攻作戦はクリミア半島奪還を視野に入れたものであり、その島への補給路の一つである半島東端のケルチ海峡に架かるクリミア大橋をミサイルなどの長距離攻撃手段によって破壊する公算が高いと言われていたが、実際は水上ドローンによる攻撃が行われたぜ。この GLSDB を攻撃手段として選択すれば、射程150キロに入るザポリージャ州かヘルソン州のアゾフ海の沿岸からギリギリで届いたわけだが、そのためにはロシア軍が防御陣地を構築している領州を奪還することが必須であり、それに伴いウクライナ軍がアゾフ海まで進軍する間にロシア軍がクリミア半島への補給を実施する時間を長めに与えることになるため、あえてドローンを選択したのかもしれないな。現在 GLSDB をアメリカのロッキードマーティン社において急ピッチで生産を進めているらしいが、ウクライナへの供給が可能となるのは早くても今年の秋頃とされているよ。このような背景からも、ウクライナ軍の反攻作戦にはドローン攻撃を外すことができず、もちろん目標を正確に破壊する航空戦力による空爆も必要不可欠であるが、それを可能にするためには、ロシア軍の地対空ミサイルを破壊して航空優勢を確保する必要があるってわけ。現時点でウクライナが保有している旧ソ連製のMiG-29 の保有数や稼働率は不明だが、アメリカから供与された空対空の防空レーダーミサイルハームを搭載できるように回収している情報や、ポーランドやチェコが保有しているMiG-29をウクライナに提供する運びになっており、ウクライナ空軍の即戦力となるMiG-29の供与が反攻航空作戦にどのように影響してくるか見物だね。西側の軍事専門家の間ではMiG-29にハームを搭載するよりも、NATO から F-16 ファイティングファルコンなどの戦闘機を供与する方が良いとも言われているが、これはバイデン政権以下 NATO 各国の首脳が否定していて、確かにウクライナ空軍のパイロット数名が F-16 のアメリカで操縦訓練を受けているらしいが、この可能性は極めて低いだろうな。やはりMiG-29などの旧ソ連製戦闘機と F-16 などの NATO 戦闘機だと操縦方法も大きく異なり、数ヶ月程度の訓練で実戦に投入できるほどの練度は得られないことや高騰化している燃料費などを失うコスト面などから見ても、今回のクリミア大橋攻撃のように比較的安価なドローンが選択されるのは妥当といえば妥当だよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。